じゃあ始めますか。じゃあ順次10時になりましたので、SGAC ジャパンスペーストークを始めたいと思います。2回目ということで、今回は、先週の柴田君に代わって、シェイシマが、司会をメインでしていこうと思います。本日はお休みのところ参加いただきましてありがとうございます。先週もしたんですけど、一応まず、始める前に少し本企画の流れを紹介したいと思います。まず最初、我々 SGAC の団体紹介して、その後、マイシャシさんのトークで、その後、30分経ったあたりで Q&A という流れを現在、予定しています。で、回線のこんな先ほどにお聞きになられている皆さんはコメントでの参加のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。ではまず SGAC ジャパンの団体紹介と、あと本企画の趣旨を、今回ちょっと初めての方もいると思うので、説明したいと思います。SGAC ジャパン、スペースジェネレーションアドバイザリーカウンシルの、略称なんですけども、日本語は、ちょっと怪しい感じになっちゃうんですが、宇宙世代諮問委員会という名前でして、若手世代による宇宙業界の政策提案を目的として、一応ちゃんとした NGO です。18歳から35歳が会員の対象でして、世界150カ国以上に1万5000人以上の会員が、います。会員登録は無料ですので、ぜひ気軽にください。主な活動としましては、年一度、グローバル会議、世界会議と、あと地域会議、があります。今年の会議、ドバイで IAC に面接してやる予定だったんですけど、今回ちょっと延期になったみたいで、ちょっと、まあ、今年はどうなのか分かんないんですけど、また情報があれば、デジタルのアップデートしていこうと思います。はい。なので、詳しくはウェブサイト、SGAC で検索されていくので、興味があればご覧ください。本企画の趣旨なんですけど、コロナウイルスの影響で、世界的に外出の自粛が続いているため、SGAC も活動が大幅に減ってしまいました。各種イベントが中止になる中、今日のゲストの石橋さんと、石橋君と、あと、柴田君か、3人みんなそれぞれ前から知り合いで、今回石橋君にお願いして、日曜日に、毎週、こちらも今夜なので、毎週日曜日に、ゲストを呼ぼうと。で、第2回目は石橋君にお願いしたということになります。はい、じゃあ早速、トークに入りたいと思います。石橋君、こちらから軽く自己紹介したいと思います。石橋さん、宇宙飛行士を目指して医学部の門を叩いたそうで、入学後に宇宙医学に目覚めて、で、今はその学部で医学の勉強をされている傍ら、宇宙医学に関心のある学生のためのコミュニティ、スペースメディシンジャパンユースコミュニティというのを設立されまして、定期的に勉強会やスタディツアーなどを運営されています。はい。で、最初に、言いました通り、最初の30分は、石橋さんと、お話ししていくって形をとって、その後、Q&A の時間にしたいと思います。はい、では、石橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。柴田君もどんどん聞くにジョインしてもらえたらと思います。はいじゃあまず今石橋君は学生だよね。で、今学校はどういう感じなんですか？あ、今はですね、今僕新4年生学部4年生なんですけど、あと学校は予定通りスケジュールはずらさずに始まっています。ただ授業が全部オンラインになって、で、実習、ちょいちょい講義と実習等が両方挟まってあるんですけど、実習は全部、5月までないっていう状況ですね。なのでみんな地方から来ている人たちも実家に避難というか、帰省して、そこから講義だけオンラインで受けてるっていう感じです。で、医学部の授業は何だろうな、高校みたいというか予備校みたいというか、もう学年100人なんですね。で、100人が全員ずっと同じ授業を受け続けるんですよ。で、レクチャーはほぼ一つの行動でずっと受けますし、で、実習室もだいたい2つか3つぐらいしかパターンがないので、もうなんだろう、その定点移動みたいな感じですね。で、なのでオンラインになった
場合、時も、こう、1対100でやるので、全員顔を出さないし、ミュートだし、もう、あの、先生がほぼ YouTuber 状態で、あの、ずっと喋り続けるっていう感じになってます。はい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 。まあ、受ける、受講する側としては、こう、極めて快適で、まあ、確かに。あの、まあ、極論なんか寝ながらでも受講できるので、すごい楽なんですけど、ただちょっと先生が、あの、反応見えなくて気の毒だなっていうのはありますね。っていう感じです、大学は。なんか、まあ、今回宇宙医学ってことなんですけど、はい、テーマは大学でその宇宙医学の授業とかはあるの？ないですね。東大はあのゼロです。で、大学によっては、その、そういうのが1コマとか2コマとかあるところもありますし、場合によっては、その宇宙医学の一応試験がある、試験、なんか単位がもらえる試験科目、としてある大学もあるみたいなんですけど、そこは結構もうなんだろう、まあ、文科省が定めているカリキュラムには当然ないですし、本当に大学の裁量というか先生の裁量というかによっているっていう感じですね。じゃあそうですね、うん、どういう経緯で今宇宙医学のコミュニティとか作ってやってるは、そうですね。まあ、まさに今言った、その大学で、こう、教わる設定がない場合が、こう、あまりに多いなというのが、まあ、あの、直接のきっかけですね。で、経緯をお話しすると、なんだ、あの、もともと宇宙医学、なんだ、大学に入る前から宇宙医学をやりたくて医学部に入ったっていうよりは、単純に、あの、宇宙飛行士になるにあたっての、こう、なんだ、バックグラウンドの専門性として、工学、理学、医学とか、あの、生物学とかいろいろある中でどれにしようかなって考えたときに医学を選んだっていう感じだったんですよね。なので最初は普通にこう、まあ、あの、医師になって数年間医者をやって、で、募集があったときに応募してっていう発想を考えてたんですけど、大学入った後に、まあ、あの、なんだろう、いろいろこう視野がうわっと広がるじゃないですか。まあ、特に僕は1年間浪人してて、うん、もう本当にこう狭い世界で、もうなんか1年のうち3分の2は机に向かってましたみたいな生活をしていった後、直後にこうそううわっとこう総合大学に入って視野が広がった時に、こうこの4年間、あ、この4年間、6年間どうしようみたいなのを考えた時に、なんか面白い分野ないかなと思って、で、探していたら、あ、そうだ、自分にはその宇宙と医学の組み合わせがあるじゃないかというふうに気づいて、その時に初めて、なんか、なんだろう、存在を知ったというか、脳内で、まず最初になんかその組み合わせが、こう、勝手に作られたみたいな感じだったんですよね。で、それで、いや、そんな分野あるのかなと思って調べたら、あったっていう。で、あ、あるじゃんと思って、最初、なんか、あの、科研費のプロジェクト、割と大きめのプロジェクトで宇宙医学生物学の、ものがあったんですね、昔。昔というか、去年まで、5年間動いてたやつなんですけど、宇宙に生きるっていう名前で、あの、古川聡さん、あの、宇宙飛行士の、が領域代表されてて、で、いろんな、大学が、なんだろう、ストレス環境に対する生命の可塑性、レジリエンシーをキーワードにして、細胞レベルから組織レベルから器官レベル、個体レベルから、こう、統合的にそのストレスマネジメントについて見てみようっていう感じのテーマで宇宙分野に取り組まれている、こう、プロジェクトがあって、で、それのニュースレターがネットに起こってたんですよね。で、それを見てすごいハマりまして、なんか、あ、これめちゃめちゃ面白いぞと思って、で、なんだろう、あの、もっと話聞きたいなと思ったので、こう、先生にコンタクトを取ったんですよ。あの、そこに載っている先生を順番にこう、ググっていって、で、連絡先が出てきて、かつ関東圏内で会いに行ける先生に、こう、メールを、あの、とにかく出して、こう、訪問していいですか、みたいなのをやっていたのが1年生の5月ぐらいで。で、まあ、そこからこう、あの、会いに行った先生が結構歓迎してくれて、でもっと面白い話聞かせてくれて、で他の先生紹介してくれてみたいな感じで、こうすごい楽しく、あの、ただで勉強させてもらってっていう
のをやってたのが1年生のその夏まででしたね。で、夏に、まあそうやってやっていったんですが、なんだろう。こう、いろいろな先生のところに行ったり、いろいろな集まりに出たりしていると、こう、気づいちゃうんですよね。あれ、学生いないぞと。若手いないぞっていうのに気づいてしまって。で、かつ先生もその先生で、まあなんか、もっと学生来てほしいんだけどね、みたいなことをぼそっとぼやかれていたこともあったりして、あ、これはなんか、こう、ちょっともったいないんじゃないかというふうに思ったのが、まあ、その、こう、コミュニティを作ろうと思った直接のきっかけでしたね。最初からコミュニティを作ろうと思ってたわけではなくて、最初はなんかそういう、こう、ツアーをやればいいんじゃないかっていう企画ベースで始めたんですけど、ツアーを何回かやっていく中で、これツアー単発でやるのはもったいないぞと思って、コミュニティを作ったっていう感じですね。じゃあなんかツアーをまあ最初やってて、今はどっちかツアーもやりつつコミュニティ作りをやろうとしてる。はい。そうですね。ツアーも、まあ、やっぱり大きな企画ではありますし、力を入れてやってるんですけど、ただツアー以外にももうちょっと日常的な、ツアーそんなに頻繁にできるものではなくて、半年に1回ぐらいのペースでやってるので、それ以外にも、あと、まあ、月1ぐらいで、理想を言えば、まあ、週1まではいかなくても2週間に1遍ぐらい何か活動があればいいなとか思ってるんですけど、今は月1ペースですね。はい、という感じです。はい。それはあれかなんかまあ、勉強会とかそういう。そうですね。勉強会とか、オンラインで論文消読会やったり、あとは、映画鑑賞会したりっていう感じですね。映画鑑賞会は、例えば、あ、なんか、いわゆるサイファイすぎるやつじゃなくて、ちゃんと科学講習をしっかりしてる、あるいは、史実に基づいてるやつ。例えば、今まで見たやつを挙げると、インターステラーのオデッセイ、あとアポロ13、アポロ11、あと、ヒデンフィギュアズ。あとは、だいぶ医学から離れていくのか、じゃあ。そうですね、はいはい、割と医学要素があるのはアポロ13とか見ると結構、なんだろう、先週もサムさんちょっと言及してらっしゃったと思うんですけど、あれはイクルス的に見てもこうちゃんと見るところがあるし、あと医学的に見てもフライトサージャンがどういう扱いをされているかという見たことある方はちょっと分かるかなと思うんですけど、もうなんか目が暗いみたいな、すごいこうなんかマジで嫌なやつみたいな扱いです嫌な、なんかすごいこう何でもな絶対大丈夫なのにノーって言ってくるこう臆病者みたいな扱われ方してるんですよ。もうあれを見るとこうああフライトサージャン、なりたいけどな、どうしようみたいな感じの気持ちになっちゃうんですけど、確かに。まあでも、まあ、誰かがやらなきゃいけない仕事なので、あれですよね。なんか他の映画の部分でも、例えば、もうこれも超マニアックな話になっちゃうんですけど、映画の中で、その最初、宇宙に到達しましたって時に、宇宙飛行士の一人が宇宙に行って吐くっていうシーン、はい、ありますよね。今も宇宙学だなとか思いますありますよね、うん、そうですね、結局解決されてないというか分かってないですからね、メカニズムが分からないままこう対処法がそこそこ確立されて、で、じゃあいっかってなったのが宇宙酔いで、まあ、20世紀の課題と言われてたんですけど、まあ、歴史的に言うとマーキュリー・ジェミニの頃は、アメリカの有人宇宙計画 その最初のマーキュリー計画、ジェミニ計画、アポロ計画とあって、マーキュリーとかジェミニの頃はあんまりアメリカの宇宙飛行士は宇宙酔いは経験してなかったみたいなんですよ。で、アポロでも確か大丈夫で、初めて出てきたのがスカイラブだったのかな。スカイラブになって初めてなんか酔ってるやついるぞっていう風になって、で、対してソ連ではもうちょっと早くからその酔うやつがどうもいるらしいということは分かってきてて、そのあたりから、まあ、そのアメリカソ連で両方で観測されてから、ちょうどアポロソユーズとかで、まあ、なんだろう、その両者の交通が
あの NASA こう交通パイプが開けたっていうのもありますし、まあ、どのくらい知見が共有されてたのかは分かんないですけど、うんうん、まあそのあたりからあのメジャートピックとして注目されるようになって、うん、まあ70年代後半からぐらいですかね、からその2000年ぐらいまでは宇宙大はかなり大きなトピックだったんですけど、うん、でかつ、地上であのよく宇宙飛行士の訓練で回転椅子とか見るじゃないですか、うんうんうん、あのなんかははこう分かりやすく言うとあのクイズタイムショックみたいなやつ結構昔のそうですね、まあ、あんな感じのやつを訓練としてやったりするんですけど、あれをやってもやんなくてもこう酔うやつは酔うし酔わないやつは酔わないし、うん、しかもそれが地上で乗り物酔いしやすいかに関係ないみたいな、うんうん、結構絶望的なあのえこれ何なのみたいな、正体マジで分かんなくねっていうような感じだったんですけど、うんうんうん、だからあの結局地上の酔い止めがそこそこ効きそうだというのとか、はい、っていうのである程度対処ができて、でこうもうみんなあんま興味なくなったっていう感じですね。あ、なんか僕の理解ではその宇宙酔いに限り宇宙酔いの場合その宇宙酔いになるそのメカニズムが、はい、まあ、もあの説の一つとしてその要はあの耳の中のその器官、酸素器官ともう一つと、はいはいはい、前庭系です、ね、前庭系です、前庭系の中のセンサー の, その情報の不一致みたいな、はい、あ、はいはい、そこがなんか原因なんじゃないかみたいな、はい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 、っていうふうに僕は理解してたんですけど、それもまだはっきりは分かってないってこと。いや、原理的にはそうだと思います。 その、うん、それはあれですね、こう酔いの定義というかあのは結局そういうところで、そのこう視覚から得る情報と、あと、うん、その内耳、耳の奥の内耳で三半規管と前庭系から得る加速度の情報と、うん、あとは体勢感覚ですよね、うん、あの今なんだろう、例えば床に足が触れているとか、うん、あとはこうお尻に椅子が触れているとかっていう感覚とか、うん、あとまあなんか例えばこうこんな感じでやった時に目をつぶってても腕がだいたい90度曲がってるな、 あと60度かな、あ30度かなみたいなのは、うんうん、あのなんとなくわかるじゃないですか、うんうん、それはこう筋肉の収縮度合いをあの常に脳にフィードバックするセンサーがあって、体勢感覚っていうんですよね、うん、で、まあ、そのおおよそ3つですかね、はい、うんうんうん、の感覚からの情報を統合して、その今どこにいるのか、その空間に対してどの位置にいて、で脳の姿勢を向いているのか、うんうん、で速度はどうなのかっていうのをこう常に処理しているんですけど、その情報がこうあのあんまり整合性が取れない、脳があんまり解釈できないと、うん、つまりどこにいるのかがこうはっきりわからない、あるいはどこを向いているのかがはっきりわからないっていうことになって、それがこう混乱をきたして酔いに生じ、酔いにつながるっていうふうに言われていますの。で宇宙の場合でもおそらくそれがその不一致が起きているというのは間違いないと思うんですけども、ただその詳しいこうなんだろうな、信号の処理プロセスとか、うん、あとはどこをどう直せばあのちゃんとするのかとかは分かっていないプラス、うん、あとその細かな機序ですよね、例えば機序というか、まあ作用、症状ベースで見てもあのあんまり気もなんかあの戻してしまう前に気持ち悪くなるっていうその前段階がなかったりとか、突然こう気づいたら突然出てくるみたいなことがあったりとか、多分あのもちろん気持ち悪くなるっていうケースもあのたくさんあって、長くなるケースとかだと多分そういう感じだと思うんですけど、それはなんか気持ち悪くならずにただ入ってしまうっていう、ただ入ってしまうみたいな、あれみたいな周りも自分が一番びっくりするパターンですよ、ね、はい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 、えみたいな、はいはいはい、とかも多分そうですね、 あるしっていう感じですね。うん、今その、まあ、宇宙用の話しましたけど、はい、そのまあ、もちろん多分他にも宇宙医学、宇宙一体起こる症状みたいなのがたくさんあると思うんですけど、はい、なんか今一番興味持ってるところとか、あとなんか他に重要だなって思うような、なんか宇宙医学のそういう、そうですね、テーマってありますか？3つあって、1つは今、あの今まさに宇宙医学の界隈で、一番議論されていること
と、あとは将来的に、超長期ミッションになった時に重要だなと思うことと、あとは全然関係なく個人的に気になっていることの3つがあるんですけど、まず1番目の、今超話題になっていることで言うと、あの目ですね。あ、はいはいはい、目です。あの、はいはい、サムさんは多分あのこうたくさん聞いたことあると思うんですけど知る人は知るんですよね。知る人は知るみたいな。あの宇宙にこうある程度6ヶ月間ぐらい滞在すると目が悪くなるということが報告されていて、あれ禁止になるんでしたっけ？禁止だったかな、確か禁止だったかなと思うんですけど、うんうん、悪くなって帰ってきて、しかもこう何割かの人は地上に戻ったらこう視力も回復するんですけど、うんうん、何割の人かは視力が回復しないという現象がありまして、うんうん、でそれってすごい産業医学的にこう大問題なんですよね。部下をこう例えばなんだろう、アメリカに出張させて滞在させて、うん、半年とか1年間ぐらい単身赴任させたら視力悪くなって帰ってきたと、うんうん、でしかもまあ普通の会社だったら別に視力悪くなったら眼鏡かけりゃいいじゃんっていうノリだと思うんですけど、うん、宇宙飛行士の場合視力って結構大事なので、うん、強制視力 1.0 が今の基準なので、うんうん、そう考えるとあのかなりやばいわけですよね。自分から視力悪いやつを選んでおいて、あ、視力いいやつを選んでおいてキープしながら視力悪くなる環境に飛ばすっていう、こうなかなかにあのハードなことをやってしまってるんですよね、うん、今の、 あのシステムだと、うん、なのでこれはちょっとどうにかしなきゃいけないっていうのでこう原因究明が始まって、うん、で一番最初に真っ先に疑われた、メカニズムとしてはあの脳の、脳みそを浮かしている液体があるんですね、うん、頭蓋骨があってその下にクモ膜という膜があって、でその中に、まあ、内膜というのがあって最後に脳のこう皮質の 脳みそいわゆる脳みそがプカプカ浮いてるんですけど、うん、でそのクモ膜と内膜の間にあるこう液体を、脳脊髄液っていうふうに言うんですよ、はい、でその液体が、目まで続いてるんですよね。その、はい、どういうことかというと、まあ、目ってその眼球の奥に視神経があって、で視神経がこうやってつながってで脳に行き着くんですけど、その脳に行き着く視神経をそのままその脳を取り囲んでる膜がそのまま来てこう鞘みたいに包んでるんですよね、うんうん、でその鞘の中に視神経があって、でその視神経とその鞘の間には脳脊髄液が引き続き液体も来てると、はいはいはい、でその液体がこうの圧力が高まるんですよ、あの、うんうん、体のこう頭の方に体液がシフトしてくるので、で、まあ、それによってこうここのなんだろう、視神経とあと眼球のタッチポイントのところで眼球がちょっと視神経に押されて、でこうここがなんだろう、うんとその接合部分がちょっと腫れちゃったりとか、あとは眼球が平らになっちゃったりとかするんじゃないかということが真っ先に、まあ、一番有力で分かりやすい仮説としては立てられて、で、今も割とその線で研究を進められているんですが、どうもそうじゃないかもしれないという、他にも何か関わっているかもしれないという、こう、なんだろう、説も出てきて、まだ分からないなっていう感じですね。なんか、年上の方がなんか症状出やすいみたいな。あ、そうなんでしたっけ、うん、いや、なんか、それは知りませんでした。ちゃんと分かってないですけど、なんかそういう傾向があるかもしれないっていうのは、確かにあってもおかしくないですね。うん、やっぱ目は年いけばいくほど目 あの症状は出てきますからね。うんうんうん、ですよね。そうですね。まあ、それが今一番熱いトピックであるというのと、はいはいはい、うん、あとは長期的に一番大事だなと思うのは、選ぶの難しいけどな。難しいけど、個人的に一番クリティカルだけど、医学ではぶっちゃけどうしようもないと思っているのが放射線ですね。うん、これはもう、なんだろう。あの、医学のサイドで言えることは、こう、このぐらい浴びると危ないです。うん、このぐらい以下にしてください。こう、設計者の方お願いします。うん、っていうことしか言えなくて。あとはもう、あの、こう、宇宙船を作る人たちに頑張って遮蔽してもらうしかないので。あの、まあ、医学の側でもこう放射線を浴びてもこう大丈夫なミラクル内服薬みたいなのを作れればいいのかもしれないですけど、今のところなんかあんまり、うん、あんまりないかなっていう感じなので、
まあそれこそあれですよね、あの人工冬眠技術とかを作れば、こう人工、うん、そういうのを作って、で代謝はするけど分裂、細胞分裂はしないから、こう放射線でダメージを受けてもそれがあんまりこう拡散しないみたいなことが、今超適当に言ってるんで、あの合ってるかどうか分かんないですけど、分かんないですけど、あのとかあればいいのかなとかは、あのもう何の根拠もなく思ったりしますけど、まあでも大事、大事であるには間違いないなという感じですね。ただうまく遮蔽することしかできないなっていう感じで、あとは、まあ、医学サイドでどうにかできる重要なこととしては、超長期に向けてはやっぱり筋骨格系かなと思います。その、まあ、6分の1時だったら、あ、まあ、月の6分の1時だったら、こう、行くのに数、なんか1週間もかかんないですし、まあ、そんぐらいだったら、あの、全然筋肉とかの減少も大したことないので、全然 OK だよなとは思うんですけど、やっぱ火星となると、あの、重力もその月の2倍、3分の1時になりますし、かつ、そこに行くまでも半年ぐらい、だから今の ISS と同じぐらい、まあ、逆に、あの、なんだろう、どっかで読んだの、今の ISS が半年なのは、その火星を意識して半年にしているんだという話を読んだことがある気がしていて、あ、まあ、そう言われてみればそうなのかも、みたいな、あの、定かではないです。多分、あの、他にもいろいろ事情があって半年に、総合的に考えて半年になっているんだと思うんですけど、なんかその一つの理由として、こう、そういうのが挙げられている記事を見て、ああ言われてみればみたいな感じですよね。まあ、でなので、あの、要するに ISS と同じぐらいの期間無重力下で滞在してで行くので、で、あの、今はそのソユーズがバイコヌル、バイコヌルじゃない、あの、まあ、カザフスタンの平原に落ちて、でこうそこにヘリとかみんなでわーって押し寄せて、でこう宇宙飛行士を引きずり出すわけじゃないですか、宇宙船から。でああやって脇を持ってこうわーって出してくれる人は火星には待機してないので、あの、着いた瞬間に自分たちで立ち上がって、自分たちで全部作業をして、自分たちでこう小屋を組み立ててってやらなきゃいけないんですよね。で、それができるためには、こう、あの、そこそこのこう強度のトレーニングをする必要がありますし、あと筋、まあ筋骨格系が一番ですけど、それ以外にも循環系もこう重力に適応した循環系のシステムに戻しておかなきゃいけないですし、あとは地味に大きいのがあれですよね、あの神経系ですよね、こうなんだろう、地上での動き方をこう体のその神経が忘れちゃうので、それをもう一回なんだろう、シナプスつなぎ直すみたいな作業が必要なんですよね。で飛行士が帰ってきた後にやってるリハビリには、そういうこう運動調節機能の回復みたいなものも結構含まれていて、まあその意味で、筋骨格系を中心として循環器系とか神経系のこう重力への最適応は、あの、を自分たちで全部やんなきゃいけないっていうのは、まあその火星に向けた課題ですよね、大きな、だとは思いますですね。あ、まあそれ関連で言うと、なんか、あの、よく言われる、よく誤解されがちなのが、あの、帰ってきたばっかりの宇宙飛行士がフラフラになってたまに倒れちゃうみたいなのは、あれはこう、なんだろう、筋力が弱ってるからだっていう誤解をよく受けるんですけど、実はそうではなくて、あの、まあ、今割と筋、なんだろう、筋トレプログラムは、宇宙での筋トレプログラムは充実してきているので、意外、昔ほどこう、あの、弱ってはない、割と、あの、筋肉の減少を抑えられてはいるんですけど、どちらかというと、あの、循環器系の問題の方で、その宇宙に適応してこう、あの、こう情報にシフトしていたというか、あの、血液体液を、情報に送ろうとするポンプ機能が、あの、なんか対抗する重力がなくなったせいで、そっちも弱まってるんですよね、上に送ろうとする機能が。で、まあ、そのせい、そこ、それが弱まった状態で急に 1G がガンってくるので、こう、弱まったポンプ機能では十分に、あの、体の上の方に体液を送ることができずに、結果、脳の血流とかが足りなくなって失神とか、あとは、それこそさっき言った、その神経系の、あと、神経系どっちかというと、まあ、前庭系ですかね、の混乱でバランスが取れないとか、あの、頭を動かすだけでもこう吐き気がするみたいな状況になったりするので、まあ、それによってこうふらついたり
ふらつくのは神経系の前庭系の問題が大きいですし、失神して倒れるのは、循環系の問題が大きいですしっていう感じですよね。なので、こう筋トレサボってたわけじゃないぞというのは、こう覚えていただければ、はいはい、違います。覚えておきます。じゃあ、はい、ごめんなさい。もうそろそろ多分キャーで行こうと思うんですけど、最後の一つ、その自分の一番興味持ってるとこっていうのは、はい、あ、そうでした。そうですね、個人的に最近興味持ってるのは、中での免疫とかアレルギーとか、あとは、皮膚関連のことですね。うん、というのは、まあ、一番最初に石間さんから紹介していただいた通り、その宇宙飛行士になりたい一こう人間として、まあ、健康条件への適合度合いって気になるじゃないですか。なんかこう例えば昔骨折したけど大丈夫かなとか、あとはこうそうですね。で僕の場合は、まあ、心配事項としてはまあ、そもそも素質あるかなとかは、まあ、なんか心配してもしょうがないので、こう人として頑張るだけでしょうがないんですけど、はい、それ以外の健康面で言うと、それこそもう花粉症がひどいですし、はいはい、あとは犬猫アレルギーダメで、まあ、実験、うん、ラボのラットぐらいだマウスぐらいだったら大丈夫だけどっていう感じ で、はいはい、でプラス、かゆみ肌なので、はいはい、結構肌がカサカサになったりかいちゃったりしてっていうのもありますし、あとは食べ物飲み物のあれ、あ、まあ飲み物じゃないけど食べ物のアレルギーもちょっとだけあったりして、うんうんうん、でそのあたりがなんかやや心配ではあったんですよね。でまあそれがなんかもう完全に自分本位というか、俺は生きるのがいけないのかみたいなのが、はいはいはい、JAXA のその募集要項だけを見てもそこまで細かくは書いてないんですよね。うんうん、その重要な視力とかこう身長とかそういう項目はあるんですけど、うん、そのこう、なんだろう、もう疾患のネガティブリストみたいな、わーみたいなやつはないんですよ。うんうん、なので、まあそれはこう、なんか自分で他のルートで調べるしかなくて、こう過去の例とかを見て、あ、なんか花粉症の人はいたらしい、大丈夫だみたいなのとかを見てますね。うんうんうん、でまあ、それで言うとすごく有名なのは月のレゴリス細かい砂で花粉症になるっていう花粉症っぽい症状が出るっていうのは、うんうん、割と有名な話かなと思うんですけど、うんうん、特に NASA の、最後の17号かな、アポロの、うんうん、アポロの17号のクルーが花粉症になって帰ってきたとかいうのは割と知られている話かなと思いますし、まあそのあたりですかね。でまあそれで面白いトピックとしてはやっぱ肌かな。まあ肌とあと免疫かな。免疫で言うと胸腺というこうですね、一般にはあんまり知られてないというか機能を説明するのは難しいんですけど、免疫を担う血液中の白血球とかリンパ球とかをこうトレーニングする臓器っていうのがあるんですよ。そういう、 こう白血球とかを作るのは、骨髄なんですけど、骨の髄ですね。骨髄で作られるんですけど、でもそこをトレーニングするのが、胸腺っていう器官なんですよ。でトレーニングって何かっていうと、なんだろう、免疫で皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、免疫の基本的な機能って、まあ、こう敵と味方を識別することなんですよね。うんうん、こう医学だと、まあ、自己と非自己って言うんですけど、うんうん、自己の細胞は味方だから攻撃しない。で、自分のものではない細胞は、うん、すなわち異物だからそれは攻撃するっていうのをまず見分けるところから始めるんですよ。で、見分けた上で、見分けてからどういうアクションを取るかは細胞によって違って、なんか、先生、あいつ敵ですっていうふうに作る役割を持っているやつもいれば、こうその場で切り捨てごめんするやつもいるみたいな感じですね。で、まあ、それは違うんですけど、こうその見分ける能力をつけなきゃいけない。でプラス、見分ける能力の中でも見分ける能力はその免疫を担う細胞全般が持ってるんですけど、その中でも特にこうなんかお前はあの敵を狙い撃つために生まれてきたんだよみたいな感じで教え込まれる細胞がいて、でそれがまあなんだろう、例えば特定のインフルエンザのウイルスとかだったら、こう一回かかったらもうそのなんだろう、こう体の中で指名手配書ができるんですよね。
こういうウイルスが来たらぶちのめせみたいな。で、それを、その捨て配所の情報をこう特定のその免疫細胞に教え込んで、で、次、そのウイルスが来たら、そいつを中心にこうかなり集中砲火して、もう絶対にかからないようにする。っていうのが、まあ、ワクチンとかの原理ですし、こう、そういう機能を担っているのが、そういうあの特異性っていうんですけど、そのウイルスとか細胞に対する特異性を、こう、獲得するための場所が胸腺っていうところなんですよね。で、すみません、前置きが長くなっちゃったんですけど、宇宙に行くとその胸腺っていう器官が、ちっちゃくなるということが知られていて、で、まあ、もともと結構個人差はありつつも、子供の時はその胸腺ってすごい大きい器官なんですけど、大人になると割と小さくなって、もう、お年寄りとかになるとほとんど見えないぐらい脂肪に置き換わっちゃってるみたいなケースが多いので、まあ、宇宙飛行士の現役世代である40代とか30後半とかの段階で胸腺がそこまで問題かというのはぶっちゃけ分かんないっちゃ分かんないんですけど、まあ、ただ、小さくなるよりはそのまま残る方がまあいいよねというのは変わりないので、うん、っていうのはありますよね。あと肌の話で言うと、ISS って乾燥してるんですよね、結構。で、まあ、湿度があんまり高いとこうサイエンスをやる場所として良くないというのもあり、湿度はそこそこ低めに保たれてるんですけど、だから逆に人の肌にとっては痒いんですよね、人によっては。なので、前、宇宙医学の学会が日本でもう毎年一回やられてるんですけど、うんうん、そこに特別講演として日本かゆみ学会の先生がいらっしゃって、で、そもそもかゆみとはみたいな話をされてました。ですね。宇宙とはあんまり関係ないんですけど、なんか例えば、なんだろう、こう、乾燥肌の人は肌をかくと余計なんか肌が傷んで乾燥しちゃうから、うん、こうちゃんと肌のコーティングを守るためにそのからお風呂で体洗う時もこうたわしとかあんま使わずにもう素手で結構です、うん、なんなら石鹸を使うのもこうなんだろうこう入り組んでるところとかだけで大丈夫ですみたいな指導されてました。そしてちょっとそれましたけど、まあ、そんな感じですね。はい、じゃあ宇宙も痒いってことなんですか。はい、痒いですね。なので結構スキンケアはこれから大事かもしれないですね。宇宙飛行士のスキンケア。はい、スキンケア大事ですね。もう全然多分注目されてないと思うんですけど、宇宙、特に日本では全然注目されてないですけど、アメリカとかNASA、ESA が実験してたのは、宇宙でのスキンケアで、こう、まあ、かゆみとかもそうなんですけど、こう、パサつきとか、あとは、肌が薄くなる、その肌のこの層がちょっと薄くなっちゃうよとか、あとは乾燥するし、あと弾力性もちょっと失われるよとか、そういうこう観察研究結果が出ていて、でそれを宇宙でもちゃんと保湿剤塗ってケアしましょうみたいなことがやられていますね。でまあ、やっぱ宇宙飛行士の大事な仕事の一つにメディア露出というのはあるので、確かに確かに、まあ、そこも間接的にちゃんとやっていった方が、やっぱ火星から中継ですって送られてきた映像が超やつれてたら嫌じゃないですか。なんか新しくそばかすできてないみたいな、染みできてないみたいな、いつも血に気があるぞみたいな、そうちょっと嫌じゃないですか。宇宙ニキビとか、はいはい、もう絶対嫌ですよね。確かに確かに。はい、まあ、なのでそこら辺もなんかこれからこう日本化粧品メーカー結構強いので、なんかそういうとことコラボしてたらいいよなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと伸びちゃいましたけど、ここから Q&A にしたいと思います。はい、質問ある方はコメント欄にどの質問を書いていってください。ないですよね、なんか宇宙医学とはみたいな総論的な話を結局いきなりコメントまあ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 、もう雑談するような場なので、はい、もう好きなお話をどん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 、はい、していただけたらと思います。なかなか質問来ないですね。じゃあなんか他に何か話したことありますか。あ、全然なんか、あ、来た。宇宙空間、じゃあ僕読みますね。宇宙空間という閉鎖空間によるストレスに関する研究も宇宙医学に含まれますか。もちろんです。めちゃめちゃ含まれます。とですね、
ストレスに関する研究は、おそらく精神、メンタルのストレスのことについて主に研究してくださっているのかなと思うんですけど、それも、研究しているチームがいます。グローバルに見ればたくさんいますし、日本でもあと筑波大の先生方が研究していらっしゃいます。で、彼らがやっているのは、その筑波大の先生方はの研究室は産業医なんですよね。産業医学の研究室で、で、その中のテーマの一つとして宇宙医学があるっていう感じで、で、あ、そ、なの、だから産業医ってそもそもあんまりメジャーじゃない単語として。わかんないですかね。産業医って何ですか？産業医っていうのは、会社とかにいて、その会社の職場の人たちの健康をこうサポートするお医者さんですね。で、常勤でいるわけじゃなくて、週に1回または月に1回とかの、ペースでこう会社を訪問して、問題ないですかってやったりとか、あとは、定期的な検診を請け負ったりとかっていう感じかな。ちょっと、僕も、あやふやなところあるので違ってたらごめんなさいなんですけど。なので、多分皆さんにとって馴染みのあるイメージで言うと、学校の保健室の先生じゃなくて、保健、あ、違う、あれは違う、あれは全然違う、すいません、ちょっと今の例え忘れてください。すいません、どっち、とにかく、職員の方、従業員の方の、健康を、管理する役割のお医者さんっていう感じですね。なので、イメージで言うと、その一人の産業医の人が、いくつか会社を担当するというか、雇用されるみたいな感覚なんですかね。正確な、正式な、契約形態とかわかんないですけど。で、それで、その職場の、割とメンタルヘルスの関係のことが多いのかなと思うんですけど、をちゃんと保つっていう役割ですね。なので、主な関心事が、その職場での、こう、精神衛生管理とか、ある程度閉じたコミュニティの中での精神衛生っていうことを扱うことが多いので、そこから自然と宇宙にも関心がいくっていうような、流れですね。宇宙なのステで、ーションでの精そうで神す、そうです。はい。あそこも、れっきとした職場で、かなりストレスフルな職場なので、そこでうまくストレスがマネジメントできれば、それは地上でのいろんなコミュニティでも活かせるんじゃないかっていう観点ですね。で、彼らが今やっているのは、ストレスの測定法のこうをもっと、本人の主観によらない客観的な方法を作ろうっていうことをやろうとしていて、今はそのストレスの測定法って、こうチェックシートとかでも、こう逃げ出したくなったことがありますか、丸とか、こう、うつっぽい症状がありますか、丸とか、そういうことをやるんですけど、それってこう、人によってこうどのくらいちゃんと答えるかも変わってきますし、そうじゃなくて、もっとこう客観的に測れるパラメーターができるといいよねっていうので、今その研究室でやられているのは、脳の特定の部分の血流を赤外線センサーで、測ることで、それをストレスマーカーとして使えないか、ストレスが出ている、出て、ストレスを受けている、受けていないを、こう、定量的に測れるマーカーとして使えないだろうかっていうのを研究されています。ですね。他にもストレスマーカーって、例えば昔聞いたことあるのは、唾液とかが、唾液とかを使えないかみたいな話は前にあったかなとは思うんですけど、ですね。なんかどんどん質おお、問そが、うそう、いっぱい来た。じゃあ順番にいきましょう。はい。最近オンライン、診療の議論が世間の話題になっていますが、中華地における遠隔医療システムの研究についてはもっと盛んに進めてほしいと思いませんか？疑問形です。ああ、そうですね。思いますね。はい。とても、とても思います。遠隔医療システムの研究。あれですね。
テクニカルな部分については、その地上の、オンライン診療の問題と宇宙でのオンライン診療の問題は結構一致する部分があると思うので、なんかシナジーがあるのかなと思うんですけど、だから地上で問題になっている別の、あのイシューとしては結構法的な部分、うん、そのうんと質をどうやって担保するんだっていう議論とか、あとは診療なんか診療報酬の点数どうするんだっていう議論とかをがまあ割とあるので、まあ、その辺はなんだろう、どっちかっていうと医療政策、医療経済的な話なので、うちはあまり関係ないんですけど、ただ技術的な部分、例えばなんだろう、オンラインでこう、まあ、写真とか送るわけじゃないですか。例えばまあそれこそ皮膚科だったらこういうところに発疹が出てるんですけどとか、こう写真でパシャって撮って送るわけですけど、それをこう、まあ、条件によっても、あのなんだろう、写り方って結構変わりますし、あの、まあ、人が見てもこう若干条件で影響される部分はあるのかなとは思いますし、なおさら機械にそれをかけてこう解析するとかなったら、やっぱりなかなか一筋縄ではいかないよなと思うので、その辺のソフトウェア的な解析はできるといいよなというのと、あとはそうですね、あのこう、まあ、もう一つの方向性としては、医師にやり取りをしなくてもその場で素人でも解析ができるようになるという方向性も、なんだろう、その人類の進化の過程としてはあると思っていて、うん、でそういう話は宇宙、あのそれこそ超長期滞在になった時にこうオンボードのクルーの、健康管理をどうするのかっていう話では結構ホットになってくる。つまり、まあ、月ぐらいだったらあのタイムラグ数秒、地上との通信のラグが数秒なので、うん、まだやり取りしてられるけど、火星まで行ったら往復40分とか、そのこう地上に地球に残っているフライトサージャンと往復40分でやり取りなんて待ってらんないよっていうケース、うん、多分いっぱい出てくると思うので、うん、そのなんか何らか健康に関するイシューが出て問題が生じた時にも自分たちで何とかしなきゃいけないという状況が出てくると思うんですよね。で、まあ、火星ミッションに同行する医師クルーがそれほど詳しいとは限らないので、うん、あのその搭載するコンピューターである程度補うみたいな発想が必要になってくるのかなと思っていて、で、まあ、そういうものができればある程度なんだろう、その知見をこう各家庭レベルというか、あのなんかあのイメージで言うとものすごくこう家庭の医学のこう辞書がめちゃめちゃ詳しくなって、しかもいろいろ教えてくれる、解析までしてくれるみたいなイメージですかね、うん、まあ、そういう方向性の進化もあり得るよなというのは考えてますね。はい、ありがとうございます。次ちょっと、テーマの、あとか色の変わった、はい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 、ちょっと SGAC っぽいですね。まあ、そうですね、少し政策寄りの質問で、宇宙空間では、どの国の医師法と薬事法が適用されるんですか。このような宇宙医学と法学を組み合わせた議論をしている人たちも増えていますか。そうですね、まず一つ目の質問で言うと、法律はどうなんだろう、医師法、薬事法、薬事法に関しては確かこれちょっと違ってたらごめんなさいなんですけど、あの宇宙ステーションに載せる例えば、まあ、あの医療機器類は薬事法を通ってるやつ、少なくとも JAXA が打ち上げるものは薬事法の申請が通ってないとダメだったはずだと思います、うんうんうん、NASA の方はちょっと分かんないです、ごめんなさいですね。で、あと医師法に関してはどうなんだろうな、どういう取り決めなんだろう、それも割と国ごとなのかなという気はしますね。多分あのそれぞれの今のところ ISS は、まあ、共有モジュールもあるじゃあるんですけど、基本的に全てのモジュールに国籍があるはず、その人が出入りするモジュールに国籍があるので、うん、基本的にその国籍、その、まあ、船籍っていうんですかね、一応宇宙船で船なので、うん、に応じて法律が
決まっているっていう感じなのかなと思います。まあ、ただそうすると、あのイーサのモジュールどうなんだという話が出てくるので、また難しいっちゃ難しいんですけど、あのそこはまた別途検討が必要かなっていう。イーサはどうしてるんだろうというのは僕も、あの、あんまりちょっと勉強不足ですね。すいません。あの、そこは分からないです。うん、今度僕も調べてみようと思います。はい、はい、で宇宙医学と法学を組み合わせた議論をしている人たちというのは、僕は少なくとも日本では あんま見たことはないですね。うん、法律の畑の方でそういう話をしている人はいるのかなとは思うんですけど、うん、やっぱり今はどっちかっていうと、なんだろう、友人、宇宙法に詳しい方の中で友人をその中でも扱っている人であっても、うん、やってるのはやっぱりなんだろうな、企業、どっちかっていうと企業法というか、あの保険とかの話ですよね、うん、打ち上げの、うん、まあだから、医療行為云々の前に爆発して死ぬリスクとか、あの打ち上げ失敗のリスクとか、打ち上げできなかったリスクとか、うん、そういう、リスクに対して料それをあの保険として料金にどう反映するかみたいな議論をしている人があの多い印象で、まあ、だからその意味で言うと、そのまだ維持法とかを考える段階に至ってないと見ることもできるかもしれないですね、うん、分野全体として。アメリカにいたらもっとなんか、あの俺はもっと先を考えるみたいな感じでそのトピックまでやってる方はいらっしゃるのかもしれないですけど、うん、あんまりまだ見てはないですね。はいですね。あ、ぜひなんかこの辺は個人的にすごいこう興味はありつつも、あのこう法学はやっぱ分かんないなというので手を出せてないところなので、うん、なんかどなたか、あのちなみに宣伝をするとスペースメディセンジャパンユースコミュニティは学部関係なくウェルカムなのであのぜひ法学部の方入っていただいてこういう話一緒にしましょうという感じですね。むしろ皆さんぜひご参加ください。はいですね。じゃあ次行きましょうか。あと、はい、じゃあ次行きましょう。石橋さんは宇宙飛行士志望とのことでしたが、次の募集まで医師としては具体的にどのように活動することをお考えですか？はい、ありがとうございます。ですね。プランが2つほどありまして、プランその1は、そうですね。あのまあ、医学部の一般的なキャリアってこう6年間やって国家試験を受けて医師免許を取って、で2年間初期研修をやって、でその段階で専門を決めますと。で専門を決めて多くの場合はその後後期研修っていって、その単なる医師じゃなくて丸々科の専門医と名乗れるようになるために研修を受けるんですね。でそれがその後期研修がまあ3年ぐらいあって、なのでまあ足掛け 10年11年ぐらいトレーニングの期間がずっとあって、その後もさらにこう習熟していくためにトレーニングを積み続けるんですけど、まあ、そのステップ、そのパスが、こう、ストレートな医学部の、医学部生の道としてあった上で、僕がここまでどうしようかと考えているかというと、初期研修は、まあ、その1が、初期研修、後期研修までやって、何らかの専門医を取りますと。で、その上で、JAXA の、フライトサージャンなりなんなり、に応募をして、もう宇宙飛行士になるのを待たずに宇宙医学の現場にこう関わるという道は一つ大きな道としてありだなと思っているのと、ちなみにそれって、はい、なんか普通になんか JAXA が募集してるってことなんですか？募集してます。JAXA のフライトサージャンは、あ、そもそもフライトサージャンというのは宇宙飛行士の健康管理をするお医者さんで、地上にいて自分は飛ばないんですけど、だから宇宙飛行士がミッションにアサインされて、でその後2年間ぐらいトレーニングをして実際に飛んで、で帰ってきてリハビリをしてっていう、そのプレフライト、インフライト、ポストフライトの全部を担当するこうお医者さんですね。二人三脚でずっと付き添う感じです。でなんですけど、フライトサージャンは採用されるまでに2段階ん採用される前段階と前々段階があって、前々段階ではJAXA の非常勤の職員として招聘されて、月に1回とか週に1回こう JAXA に来て、でフライトサージャンの仕事をサポートしてどんな感じか見てみる、お試しみたいな感じの期間ですね、うん、
で、そういう期間があった上で本当にやりたいなと思ったら、そのこうフライトサーチの候補生みたいな感じで、トレーニングをして、いろいろ研修を受けて、で、その後にちゃんとフライトサーチとして認められて正職員みたいな感じな形なんですけど、まあ、今の動きとしては、まあ、どんどん民間に委託していっても、委託というか、なんだろう、あらゆるリソースを JAXA が持つっていう必要はないよねというのが、まあ、有人部門に限らず JAXA 全体としてある傾向なのかなというふうに思っていて、で、まあ、その動きの中で、フライトサージャンも、その、JAXA がずっと抱えるんじゃなくて、こう、他のところと、クロスアポイントメントっていう、用語を JAXA の方は使ってらっしゃいますね。つまり、特定の病院、どっかの病院とに所属しつつ、JAXA のフライトサージャンの業務もやるみたいな形の働き方がこれから増えていくといいねっていう話をされていて、で、医学生からしてもそれはとてもいいなと思っています。というのは、さっき言った専門医の資格っていうのは、こう一定程度の経験を常に積み続けて更新していかないといけないんですよね。うんうん、なので一回取得したからといって、例えば外科の専門医を取得 しましたってなったら、その後年間何件ずつぐらい手術しなきゃいけないっていうノルマが課されるんですよ。うん、それを積んでないと、もう外科の一回専門医を取ったとしても専門医の資格が剥奪しますよみたいな感じなんですよね。うん、で、JAXA のフライトサージャン専属になると、もう病院の現場に立てないので、その件数が積めないんですよね。だからせっかく専門性を持ってこう宇宙開発の現場に飛び込んだとしても、その専門性をこう完全に失ってしまうことになるっていうのがあって、まあ、それはすごいもったいないことなので、そういう制度ができようとしていて、まあ、それはすごくいいなと思っているので、まあ、その道が一つかなというのが、すいません長くなりましたが、一つ目の選択肢 でもう一つの選択肢は、JAXA とかに特に所属せずに自分で独自で何かサイドプロジェクト的に、その臨床の現場に立ちながらサイドプロジェクト的に、宇宙医学のことに関われたら面白いかもなというのを考えているっていう感じですね。これはなんか今まだ、まあ、何のプロジェクトをやろうとかは全然考えてないんですけど、それはそうですね、何か作る側、何か編み出す側になるっていう感じですね。それは運用するとか管理するとかよりもっていう感じですね。で、まあ、いずれにしても、そのこう募集があったら応募するっていう感じですね。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、たくさん質問いただいてるんですけど、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。石橋君、この後ちょっとまだ時間あったりしますか？そうですね、あ、多分5分10分だったら大丈夫だと思います。うん、はい、もしよろしければ、この後もちょっと残っていただいて、もしまだ質問ある方はという形で取ろうと思います。で、はい、最後に、コメント欄に、先週も一応、取ったんですけど、ちょっと間違えた。はい、コメント欄に、アンケートへの URL を貼りました。今日の、話を聞いて、少し今後はもっとこういうことを話してほしいとか、こういうふうな、形式を取ってほしいというのがあれば、ぜひここにコメントいただければ、また来週生かしていきたいと思いますので、ぜひ回答をお願いいたします。来週のゲスト、今のところの予定、では、アリゾナ大学で、今、博士課程留学している石丸かなさん、小学生について研究している学生、を、ゲストとして招く予定ですので、また興味があれば、ぜひご参加ください。石橋君、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、オフィシャルにはここで、終わろうと思いますので、この後もし質問ある方がまだいれば、はい、50分ということで、はい、てくださると思いますので、はい、します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。